はい、こんにちは、タックでございます。さて、今回ですけどもね、1年ぶりくらいでしょうか、ジンバルをね、今回紹介したいと思います。もうね、このチャンネルを普段から見ていただいている方はね、もうお分かりかと思いますけども、ジンバル自体を知らないという方まだいるかと思います。ジンバルっていうのはですね、まあ、撮影機材でして、こう手ブレ補正をね、最大限に、軽減する装置でございます。似てるものでですね、同じく手ブレ補正をね、軽減させるスタビライザーっていうものがあるんですけども、スタビライザーはこの下にね、重りを使って、安定させるのに対してですね、ジンバルっていうのは電動式モーターを使って制御します。で、今回紹介するというかですね、まあこのチャンネルで紹介しているほとんどがですね、この電動式ジンバルなんですけども、このね、黒いソフトボックスに入っておりますけども、今回こちら、フェイユーテックさんのね、一眼レフ、ミラーレス用のジンバル、スコープというね、商品を紹介します。フェイユーテックさんのジンバルといえばですね、まあ中級上級者向けの AK シリーズ。そしてね、初心者から、まあ手軽に使えるね、G6 シリーズとあるんですけども、今回はまた別なシリーズ。スコープシリーズのちょうどね、中間モデルを紹介します。スコープはですね、上級者向けのスコーププロ、そして、中級者向けのスコープ、そして、5月の初旬に発売予定かな、お求めやすい価格のスコープ C という3機種があるんですけども、今回はその中間のスコープを紹介します。とりあえず、仕様なんですけども、本体の重さが 1.2kg、まあ、軽くもなく重くもなくって感じでしょうかね。で、ペイロードが、対向荷重、こちらがね 2.5kg なので、同じフェイユーテックで言うと AK2000S と、まあ、重さもね、ペイロードも同じような感じかなと思います。で、駆動時間が約13時間です。対応のカメラはソニー、キャノン、パナソニック、ニコンなどありますけどもね、詳しくは、下の方にリンク貼っておりますので、公式ホームページから参照してください。それでは中身です。はい、それでは中身です。 よし、はい、こんな感じですね。で、まずこちら説明書で見たところですね、日本語で書いているところはありません。中国語と英語だけかな。はい、そんな感じでございます。で、まずは、こちら本体ですね。本体。三脚。フェイユーテックのロゴがついた三脚が一つ。で、こういうね、カメラとか止めるネジなのかな、これが二つついております。で、あと、プレートがね、二つですね。こちらがクイックリリースプレート、アルカスイス規格ですね。それと、カメラバッキングプレートです。で、その他、この中には、たくさんね、ケーブル類が入っております。はい、それとこちら、レンズホルダーですね。で、これに使うネジが、こちら。ちょっと光って見えにくいけどね。六角レンジと、レンズホルダーのね、ネジが付いております。まずこちら、USB ケーブル、マイクロ USB 2、USB Type C のタイプですね。これが1本。で、こちらが、Type C to Type C のケーブルが1本。Type A to Type C のケーブルが1本。あと、こちらがシャッターケーブルですね。DC 2.5mm のタイプから、USB Type C。あと、これはですね、Type C to TRS 2.5。これ何使うのかな？シャッターケーブルなのかな？ちょっとわかりませんけども。このケーブルが1本付いております。はい、それではですね、早速、バランスの方からね、取っていきたいと思います。一応バランスはね、こういう、ちゃんとね、ケーブルをつけた状態で、やるみたいですね。それでは、まずは、ロックを解除します。はい。で、まず上のバランスからいきましょう。よし、こっちに置いて。こんなところかな。うん、こんなもんですね。はい、ここでロックします。じゃあ次に、前と後ろのバランスですね。はい。よし。はい、ここでバランスを取ります。
これで正面と上、はい、取れましたね。で次がロール軸ですね。でここのこの車内のねロック見えるかな、ここ、これこれ、あ、ちょうど見えない、これこれ、ここのロックを解除します。解除すると、はい、こっち側が重たくなってるんで、ほんとね微調整なんですけどね、はい、こんな感じ、こんなもんかな。で最後パン軸ですね。パン軸はここのここのロックを解除します。はい、そしてこういう風にすると、こっちに傾くので、こんくらいかな。はい、ここまでやったらですね、ここにね、これわかるかな、赤いポッチ、これをねこういう風にピュッと、はい、これでちょっと見えるようになったらわかるかな。はい、これでね目印しておきます。でここまでいったら電源を入れます。はい、それではね、本体の方をちょっと見ていきたいと思います。まずはこちら電源ボタンですね。長押しで電源が入ります。はい、でこちらがロックスイッチです。でここに AB ボタンがあるんですけどもね、ちょっとフォーカス関連なんですが、対応しているカメラとそうじゃないものがあるのでね、ちょっと僕のこの α7C は対応してなかったんで詳しくはわからないです。こっち行こうか、正面、ここにトリガーボタンがあるんですけども、これを2回押すとカメラが正面に向いて、3回押すと自撮りモードになります。あとはね、トリガーボタンの手前に USB のね、充電用の差し込み口があります。はい、それでは次逆側です。はい、逆側のこちらのボタン、 FPV ボタンですね。これ FPV モードに、入る場合、そして終了する場合に使います。そしてでこの真ん中のボタン、これね、このダイヤルの機能を切り替えるボタンなんですけども、今こちら、はい、このように回すとね、カメラがパンの機能をします。でこれを1回押すと、はい、ロール、でもう1回押すとチルトと、こういう風にね、切り替えることがこのボタンでね可能になっております。これ結構ね使いやすいんですよ。僕はどっちかっていうと、いつもこうパンを使うときにやってるかな。でこちらにですね、USB Type-C の差し込み口が2つついてるんですけども、カメラと接続するときには向かって左側のこちらのね差し込み口を使います。でこちらがですね、ロール軸のロックスイッチです。あとね、今こちら三脚に立ててるんですけども、三脚がない場合、そういう場合はですね、よいしょ、ここにね、はい、ぐーっとやると、ここがね、三脚の代わりになります。これもね、便利な機能ですね。はい、最後はね、正面です。こちら、まず、これ、ジョイスティックですね。左右、上下に倒すと、パン、ティルト、ね、こちらの操作ができると。で、次、この M のボタンですね。これ、モード切り替えボタンとなっております。今、ロックモードですけども、一回押すことにパンフォローモード。で、ロックモードの切り替えがここで、できると。で、二回タップすると、はい、PTF モード。三回タップすると、はい、全方向追従する FPV モードに、切り替えが可能となっております。で、こちら、録画ボタン、シャッターボタンですね。これもですね、半押しで、で、こちら、シャッターボタン、録画ボタンですね。一回押すと録画開始、もう一回押すと録画停止。で、半押しでフォーカス。
これもですね、カメラによって対応してるカメラと対応してないカメラがあります。写真モードにすると、はい、このようにね、撮影することができます。まあ録画の時しか僕は使わないかな。で、この液晶の左右にね、ボタンが1個ずつあります。こちらが、ファンクション1ボタン、こちらがファンクション2ボタンですね。で、ちょっと機能的にはね、僕ちょっとわかんないんですけども、これ1回押すとポートレート開始終了と、まあ、説明書に書いてるんですけども、これも対応するカメラがあったりなかったりするのかな。ちなみに2回押すと FPV となります。これもちょっとね、微妙かな。で、右側ね、F2 ボタンなんですけども、これ1回タップするとスクリーンがね、ロックされます。で、もう1回タップすると、はい、操作ができるという感じですね。で、何か選択して戻るときには F2 ボタンを押します。続いてこちらはね、ディスプレイなんですけども、一番左上がモーターパワー、オートチューニングもできますし、それぞれ手動でね、パンとチルトの強さもね、自分で設定できます。はい、で、こちらがフォロースピード、スロー、ミドル、ファーストとありますけども、まあこれはその撮影するシーンによって変えていいかな。ここはですね、追従する速さですね。こう右から左へ振った時にゆっくり追従するのがスロー。こう早くね、被写体を置いたい時はファーストという感じです。まあ僕は今のところスローにしてます。で、こちらがモードボタンですね。パンフォローモード、パン、ティルトフォローモード、ロックモード、FPV モード、FFW と。はい。このようにね、切り替えることが可能と。今、ロックモードにしております。で、右下。これもですね、機能の切り替えですね。タイムラプスとか、まあ、パノラマ。あと、こうスライドさせるとね、はい、自撮りモードと。こういうね、機能がここで変えられるという感じです。で、このディスプレイ、このように、右にスライドさせると、ここでね、カメラの ISO 感度、今オートですけども、はい、400とかね、800。で、シャッタースピードもね、ここで変えることができます。で、次、左側にスライドすると、まあ、セッティング関連ですね。例えば、ジョイスティックセッティング。これをタップすると、このジョイスティックのね、パン、ティルトの動きの速さ。この辺もね、ここで変更することができるという感じですね。で、ジンバルセッティングとかをね、タップすると、はい、オートのね、キャリブレーションとかがね、できるようになっております。それではですね、実際に、こちらのね、ジンバルスコープを使って撮影してきましたんで、そちらの映像を見ていただきましょう。どうぞ。Thank you.
はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらフェイユーテックのジンバルスコープですけども、やっぱり特徴的なのはこの外観、ここのハンドル部分ですね。今までこういうハンドルって、まあ、脱着式が多かったんですけども、まあどうなんでしょうね。フェイユーテックさん多分このぐらいのクラスだったらこのハンドル必要だろうということでですね、多分標準装備というか、まあ、一体型になってね、でここにディスプレイをつけたのかなというふうに思います。で、この部分ね、邪魔になるかなと思ったんですけども、実際撮影してみると、まあ撮影するときのデッドスペースというか、そんなね、邪魔には感じませんでした。この部分だけね、重くはなるんですけども、撮影はしやすいかな。α7C を乗せると、やっぱりね、結構重く感じました。なので、まあ、旅行向きかといえばそうではなくてですね、ある程度本気の撮影向きの機材なのかなというふうに思います。で、通常ですね、まあ普通のジンバルと言いますか、はこの持つ部分、取っ手の部分ですね、これがちょっとね、指2本分ぐらい余るんですけども、このスコープは、1本分余るかな。ただね、ちょっと短く感じるんですけども、手にはフィットしております。で、短い分だけこう重心が下に下がってね、よりこう安定した撮影ができるのかなというふうに感じました。ただやっぱりね、結構、撮影してるとね、重く感じます。なので本当にね、がっちり撮影するという方におすすめのジンバルです。はい、ということでね、今回はフェイユーテックさんで発売されております、ジンバルスコープを紹介しました。もしこの動画が良かったらですね、ぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいです。ということで、